ちは、オーベルジュチャンネルです。今回のテーマは大好評シリーズのこちら、これがリーバイスヴィンテージの条件だ、それの第2弾で、ポケット編、ヒップポケット編ですね。こちらに切り込んでみたいと思います。まずリーバイス501の、ヒップポケット、こちらを大体、長きにわたる、歴史の中で、3つの時代に分けたいと思います。まず最初期、こちらを、例えばここですね、これ50年代ですけれども、これがもしね、最初期の、1930年代以前のものだとすると、ヒップポケットの、ここに、むき出しの、リベットが打たれることになります。例えばここですね、これこのコインポケットの角ですけど、このコインポケットがこう拡大されたような感じで、ヒップポケットのここにもリベットがむき出しで打たれると。これが最初期501のポケット仕様になります。なんですけれども、消費者の方々から、いやそこに金属のね、出っ張りがあると、もう馬の蔵傷つくわ、家具傷つくわ、俺の車のシートどうしてくれるんだよみたいな、そういうクレームがなんか多発したということで、なんと、こちら1937年に、こんな形で、広告を打ちます。Now、コンシールドカバーリベットオンバックポケット、要するにリベットを打つ、強度を増した、医療品ということで特許を取ったリーバイスが、その転売特許であるリベットの金具をポケットのこの縫い代の中に隠したぞと、コンシールしたぞ、それでなおかつね、こちらちっちゃい文字なんですけれども、エクスクルーシブパテンテッドって書いてあるんですよね。要するに特許も取ったぞ、このリベットを隠すっていうことに対して特許を取ったぞ、これが1937年って言われてるんですけど、なんかもうちょっと以前から隠してるような気がするんですけれども、海外のサイトを読むとね、37年っていうことにも一応なってはいたので、そのようにちょっと申し上げますけれども、30年代に、むき出しリベットを隠しリベットにしたぞと、ということが、この広告を見ると分かると。それがまず第一ございます。で、ここからじゃあのこの、特許まで取った、コンシールカパーリベットポケット、これがねどのような作り方をするか、これちょっとミニチュアを作って見ましたので、これちょっとご説明したいと思います。まずですね、これが実話で全ての秘密のポケットになります。最初にこのような状態で作ってくるんですね。縫い代がこういう風になってて、それを折り込んで、先にこの、アーキュレートステッチ、これ入れときます。であとポケット口のここも、ダブルステッチ、コバプラス 0.6 ですね、これも入れときます。でこのような状態 でここね、注目なんですけど、こうちょんちょんとこう出っ張りがありますよね。これ岡山のヴィンテージを特筆する工場さんだとね、バンザイポケットとか、あとウサ耳とか、ウサギの耳みたいってことで、そんなようなことで愛称で呼んでるんですけれども、これがいわゆるリーバイスが特許を取った作り方の、裁断物になります。これをどうするかというと、このようなね、下ごしらえをしといたものを、これうまくいきますかね、これが見頃だとすると、最初にですね、ここポケットがないということないと思っていただいて、最初このようにセットするんですよね。このポケットまだないですからね、セットすると、まずここに赤いもの見えますかね、これがなんとまず位置を決めるための感度目、これを1、2と2箇所打ちます。ダンダンと、で打った後、これでポケット固定されますよね。ただこの青シール、これがなんとね、隠し感度目の、隠しリベットのための、金具です。これを打つんですよ、ここに。こうですね。ここに、バチンバチンと。で、打つとこういう状態で固定されますよね。で、それが、パタンと倒れると、こうなると。そして、ここからステッチをガー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 っといって、糸をまたいで、帰る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 で終わると。でそうするとパッとこういう状態になる。そうなるとこの頭がこの生地の中に、金属の頭が中に入っていて、要はね、家具だ、
サドルだっていうのにも触ることなく、ただ1000倍特許であるところのこのリバイスのリベットは中に仕込まれている。だから傷もつかずに強度もあるぞと。これがだからその特許を取ったポケットの作り方になります。ちょうどですね、自分の資料でこちら、実はこれ本物があるんですけれども、これをめくり上げるとさっきのウサギの耳と同じで、わかりますかね、ちょっと今切れちゃってるんですけど、ここにほら、まずここに感度目を打って、次にここ、これが隠しリベットですね。こっちもここに感度目を打って、ここに感度目を打って、ここにリベットで、パタンでガッ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 って縫うと、まあこっちみたいなポケットが出来上がる、まあ、こういうことですね。これがオリジナルを見ていただくとこんな感じになります。なのでちょうど皆さんがこう隠し感度目って言っているのがね、ちょうどここですね。ここ、このちょっとネイビーでギーってこう歯が向いたように見える感度目、これはだから、感度目が表から打たれてるのがこうパターンって倒れてるから、歯がギーって向いてるような状態で、リアルに何ですかね、感度目が綺麗に整列してるわけじゃなくて、感度目の裏側の糸がギーっと向いてる状態っていうんですかね、ポケット口のところで。で、いうのがこの、特許を取った、コンシールリベットポケットの全てになります。このポケットの作り方をずっと、続けて、まあ、1960年代の中まで、隠しリベットというものがね、まあ、いわゆるこのギャラなし WX、 これがもう、ね、最末期だと思うんですけど、まあ、この時代まで、こういった形で裏を見てみると、ここにね、隠しリベットが打ってあるぞと、まあ、これが続いたわけなんですよね。で、その後、この辺りですよね、これがいわゆる、ビッグ E の501。当然ここにリベットはなくなっていると。まあ、なんですけれども、ここからがちょっと謎のところで、リベット打つのをやめたのに、ここの隠し感度目仕様はリバイス頑張って続けるんですよ。これがだから自分のこの今回の大きな謎のその1になるんですよね。このだからウサギ耳のね、感度目打って金属打ってパタンっていうこの仕様、これ今の岡山の工場さんの皆さんにね、これどう思いますかって聞くと、全く意味ないよ、もう強度が出てるとか、何かこうなんですかね、ノスタルジーとして昔からリーバイスがこうだったよねっていうことを酒の席で語るにはめんどくさいことやってたよねっていうネタ話にはなるけれども、ジーンズのポケットの作り方としては全くだから何ですかね、これがこうなってるから美しいとか強度が出てるとかっていうことはもう全くないと、っていうのが現場の皆さんの見解なんですよね。まあ自分も確かにそう思います。ただね、こうやって昔からね、多分、30年代の方がとにかく金属を隠したいっていうのの、なんとかなんないかっていうのの、もう知恵を絞りに絞った、もうアメリカの人のもう英知を結集したのがもうこの形なので、それはね、我々ちょっとこう昔を温故知新な、オーベルジュとしては、当然僕らもね、オーベルジュブランドとしてはもちろんここがっちり、隠しリベットがある、まあ、このね、30年代の仕様を当然踏襲してるんですけれども、でもこのビッグE時代の要は隠しリベットを打つのをやめたのに、なんでずっとねこのウサギ耳ポケット仕様を続けたのか、これがもうどうしても解けない謎なんですよね。誰に聞いてもわからないです。ポケットの角にリベットを打って強度を増しているぞというのが、もう営業トークのもう、ね、一番でずっと何十年もこの501を作り続けてきたリバイス、こちらがこのなんとこの、後ろ の隠しリベットをやめたのに、この隠し感止め仕様をずっと続けてしまった理由、ね、さっき工場さん誰に聞いてもわからないっていうふうに皆さん、まあ、おっしゃるんですけれども、まあ、ここでね、まあ、そう言わずになんかちょっと推測してもらえないか、まあ、そんな話をねちょっとしてみたんですよ。そしたら、まず、お一方、おっしゃってたのが、手慣れじゃないかと。
やっぱ物を作るというのはずっと例えばね若い頃から同じこと手間だと分かっていながらも同じことをずっと繰り返していると、まあ、それはそれでねものすごいスピードで物が作れてしまうと。だからもう手が慣れてしまえば、まあ、苦労が苦労でなくなる、ましてや、先代のね昔の人がせっかく特許まで取ってくれたこの特殊な仕様、これを僕らも慣れてしまっているんだから、実際ねこのリベットあんまり強度には関係ないなっていうことが60年代中に多分会社の会議で沸き起こったと思うんですよ。じゃあもういいや、やめちゃおうってことで、まあ、やめたんだけどここの雰囲気まで全部変えてしまうとこれは501なのかこれはっていうふうになってしまうのも嫌だから、実際じゃあこの打つのやめるけど何か問題起こるって聞いたら、まあ、現場の人たちはねもういいですよってことで、でそれでそのまま、この、特殊な仕様が残っていったんじゃないかというのが、推測になります。最初に自分が申し上げた501には3つのポケットの作りの時代があるって申し上げたんですけども、よくよく考えたらね4つですね。第1がじゃあこの剥き出しリベット機、第2が、隠し缶止め隠しリベット機で、第3が、隠しリベット缶止めの仕様だけれども、この隠しリベットを打つのをやめた時期、そして第4の、時代に突入するんですよ。それが、何かと申しますと、こちら、これ前回記事がねリング宝石のものからBD っていう空防紙ですねにガラッと宝石が変わって要は縦落ちとか色落ちとかそういうものが一気に変わるんですよねってお話させていただいたんですけども、多分ねそれとね時を同じくしてポケットの仕様もガラッと変わると、というのが第4番目の時代になります。まあ、これ見ていただくと、これほらパタンと倒すんじゃなくて最後にこうバーッと缶止め打ってますよね。でまあ形は一緒なんですけれども、ただこれ実はですね人間が塗ってないんですよ。これいろんな言い方があるんですけども、ポケットセッターっていう言い方がスタンダードだとは思うんですけれども、まあ、要するにロボットが塗ってる級の、もう人間はただ置くだけ、後ろ身ごろ置いて、ポケットを置いてスイッチオンって言うともうダラララっていうふうに塗ってしまう、これ缶止めまで全自動ですねっていうのがこの時代の、まあ、この時代っていうかねこの時代以降の501の、ポケットの作り方なんですよね。いやだからねここでもまた不思議に思うのが、あれだけのこのねうさぎ耳のこのめんどくさい、もうどう考えても何のいいこともないこのめんどくさい仕様、これを何十年ですか、30年代から4,5,6,7,8 でも半世紀続けてきたのに突然このいわゆるロボットミシンに任せてしまうというこのくるって感じ、これがねやっぱり、ヴィンテージかヴィンテージじゃないのか、それの何て言うんですかね、過渡期と言いますか条件と言いますかに自分は感じてならないんですよね。まあこれはね時代の流れとして、別にこれが強度的に問題があるとか見栄えがどうだとかっていうのは全くないと思うんですよ。全くGパンのポケットの機能としては全く問題がない、だからねなんかこうケチをつけるような気持ちは毛頭ないんですけれども、今まで謎のこのねことをやってきた人たちがこの落差ですよねっていうのが、まあすごくね不思議だなというか、何があったのかなというのかそれがちょっとずっとこうリーバイスウォッチャーとしてね何度か生きてる自分としては、まあ親心的な感覚の不思議だな501っていうなんかね、それが今回の一つの、結論になります。このまま終わるような気配を見せたこのヴィンテージ編、実はまだ終わりではなくてですね、実はここに一本面白いヴィンテージ、リーバイスを実家から発掘してきまして、この一本のおかげで今、お話ししたことが結構ガラッと、変わってしまうようなちょっと奇跡の一本なんですけれども、これを、ヴィンテージ編後編ということで、次回お話しさせていただきたいと思います。こちらも乞うご期待ということで、今回はご視聴ありがとうございました。